皆さんこんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。今回は1月第3週のプレネランキングプロフェッショナルモデルのステンレス編をお送りしてまいりたいと思います。この動画ではプレネ率によるランキングとともにリセールバリューもお伝えしてまいります。これを見ればプレネ率とリセール率が同時にわかります。さて1月第1週のランキングではロレックス相場全体が若干上昇しましたが、今回は結論から申し上げますとほとんど動きなしで極めてつまらない相場となりました。ただ個別的に見ると動いているモデルがあったりしますので、そちらはランキング内でお伝えいたします。では1月第3週のランキングいってみましょう。21位からご覧ください。21位はシードエラー126600になります。定価は157万800円、新品最安値は192万円、プレネ率は 122.2%、 買取最高値は170万円、リセール率は 108.2% でした。新品最安値は前回より 2.7 万円ダウン、買取最高値は前回と変わらずでした。赤シードは最近安定の最下位ですが、大きな崩れはないので安定はしております。20位は、ミルガウス 116400GV クロモジ版になります。定価は110万9900円、新品最安値は139万7000円、プレネ率は 125.9%、 買取最高値は110万円、リセール率は 99.1% でした。新品最安値、買取最高値ともに前回と変わらずでした。ミルガウス全く動きがないです。4月の新作発表でディスコンが噂されておりますが全く上がってきません。昨年ディスコンしなくて暴落しましたから、皆さんそれが頭にあって手が出せないのかもしれません。19位はディープシー136660クロモジ版になります。定価は168万4100円、新品最安値は214万円、プレネ率は 127.1%、 リセール率は 95.0% でした。新品最安値は前回より4万円ダウン、買取最高値は前回と変わらずでした。買取最高値が定価を下回る転売ヤーが狙ってこないモデルになりますので、どうしても正規店でプロフェッショナルモデルが欲しい方は狙ってみてください。18位は、ヨットマスター126622ブルー文字版になります。定価は145万8600円、新品最安値は190万円、プレネ率は 130.3%、 買取最高値は160万円、リセール率は 109.7% でした。新品最安値は前回より2万円ダウン、買取最高値は前回と変わらずでした。ヨットマスターは全体的に若干ですが下がっております。ブルー文字版はリセールがあまりついていないので正規店でも狙いやすいと思うんですが出てこないです。17位はヨットマスター2 116680になります。定価は221万9800円、新品最安値は295万円、プレネ率は 132.9%、 買取最高値は235万円、リセール率は 105.9% でした。新品最安値は前回より1万円ダウン、買取最高値は前回と変わらずでした。ヨットマスター2はほとんど動きなしです。昔みたいに正規店でいつでも買えるモデルになってほしいです。16位はエクスプローラー2226570クロモジ版になります。定価は114万7300円、新品最安値は159万5000円、プレネ率は 139.0%、 買取最高値は140万円、リセール率は 122.0% でした。新品最安値は前回と変わらず、買取最高値は前回より5万円アップでした。エクスプローラー全体は若干ですが上がっております。特に買取最高値が上がってきているので、今後は新品最安値がじりじり上がっていくのではないかと思っております。15位はエクスプローラー226570白文字版になります。定価は114万7300円、新品最安値は162万8000円、プレネ率は 141.9%、 買取最高値は145万円、リセール率は 126.4% でした。新品最安値は前回と変わらず、買取最高値は前回より2万円アップでした。白の方も買取最高値が若干上がってます。 X2 は安定しているのである意味安心できます。14位はディープシー136660 D ブルー文字版になります。定価は172万1500円、新品最安値は245万円、プレネ率は 142.3%、 買取最高値は185万円、リセール率は 107.5% でした。
新品最安値は前回より4000円ダウン。買取された金は前回と変わらずでした。デカーツ系は定価が高いのであまり人気はないんですが、ディーブルーはその中でも頑張っております。ただステンレスとしてはちょっと高くなりすぎました。13位はエクスプローラー124270になります。定価は86万200円、新品最安値は127万円、プレネ率は 147.6%、 買取された値は110万円、リセール率は 127.9% でした。新品最安値は前回より 1.5 万円アップ。買取された値は前回と変わらずでした。エクワンは若干回復傾向です。買いやすい価格帯ですし、人気は依然として高いです。最近ロレックスを知ったライト層の方におすすめです。12位はヨットマスター126622スレート文字盤になります。定価は145万8600円、新品最安値は216万9000円、プレネ率は 148.7%、 買取された値は175万円、リセール率は 120.0% でした。新品最安値、買取最高値ともに前回と変わらずでした。スレートはこの辺りで膠着状態となっております。正規店では相変わらず出てこないので人気はあるようです。11位はエアキング126900になります。定価は88万5500円、新品最安値は134万円、プレネ率は 151.3%、 買取最高値は105万円、リセール率は 118.6% でした。新品最安値、買取最高値ともに前回と変わらずでした。指定モデルになってから若干人気は下がっていると思います。ご祝儀相場はそろそろ終わりかなと思います。10位はミルガウス 116400GV Z ブルー文字盤になります。定価は110万9900円、新品最安値は168万円、プレネ率は 151.4%、 買取された金は135万円、リセール率は 121.6% でした。新品最安値は前回より約2万円ダウン。買取された金は前回と変わらずでした。ディスコン予想にもかかわらず下がっているということは、ミルガウスもこの辺りが天井なのかもしれません。ただ本当にディスコンとなった場合は爆上げモードに突入するかもしれません。今買っておくかは賭けとなります。9位はサブマリーナーデイト 126610LN になります。定価は122万2100円、新品最安値は187万5000円、プレネ率は 153.4%、 買取された値は165万円、リセール率は 135.0% でした。新品最安値は前回より 1.5 万円アップ。買取された値は前回より2万円アップでした。ロレックス相場全体が膠着状態にある中で、サブマリーナーは全体的にアップしています。サブデイトも若干上昇してきました。といっても200万円を切ってますんで、かなり下がっていることは確かです。8位はサブマリーナー124060になります。定価は108万4600円、新品最安値は171万5000円、プレネ率は 158.1%、 買取最高値は148万円、リセール率は 136.5% でした。新品最安値は前回より2万円アップ、買取最高値は前回より2万円ダウンでした。ノンサブも上昇傾向ですが勢いはありません。じりじりと上昇していくのかどうか今後注目です。7位はディープシーチャレンジ126067になります。定価は309万3200円、新品最安値は498万円、プレネ率は 161.0%、 買取最高値は350万円、リセール率は 113.2% でした。新品最安値は前回より20万円ダウン。買取最高値は前回と変わらずでした。ディープシーチャレンジは早くも500万円を割ってきました。しばらくはご祝儀相場からだだ下がってくると思いますので、平行では買わない方がいいと思います。まあ、買う人はあんまりいないと思いますけれども。6位はサブマリーナーデイト 126610LV になります。定価は128万4800円、新品最安値は234万3000円、プレネ率は 182.4%、 買取された値は210万円、リセール率は 163.4% でした。新品最安値は前回より 3.3 万円アップ、買取最高値は前回より5万円アップでした。グリーンサブも上がってきております。一時期元気がなかったんですが、もう200万円を切ることはなさそうです。5位は GMT マスター2126710BLNR になります。定価は129万6900円、新品最安値は244万円、プレネ率は 188.1%、買取最高値は210万円。リセール率は 161.9% でした。新品最安値は前回より 1.5 万円ダウン。
買取最高値は前回と変わらずでした。バットマンは若干の値下がりであまり元気がないです。ペプシと比べて球数が多いというのもあるんでしょうか。4位はデイトナー 116500LN クロモジ版になります。定価は175万7800円、新品最安値は391万6000円、プレネ率は 222.8%、 買取最高値は345万円、リセール率は 196.3% でした。新品最安値は前回より1万円アップ、買取最高値は前回より5万円アップでした。デイトナーは最近盛り返してきています。クロモジバーの方は400万円を割れておりますが、400万円台の回復も見えてきました。いよいよベスト3の発表です。3位は GMT マスター2126710BLRO になります。定価は129万6900円、新品最安値は320万円、プレネ率は 246.7%、 買取最高値は250万円、リセール率は 192.8% でした。新品最安値は前回より33万円アップ、買取最高値は前回より10万円アップでした。ペプシがなぜか大幅上昇して2位にランクアップしました。バットマンに比べて球数が少ないということもあるからでしょうか。一気に300万円台を回復しました。2位はデイトナー 116500LN 白文字版になります。定価は175万7800円、新品最安値は465万円、プレネ率は 264.5%、 買取最高値は420万円、リセール率は 238.9% でした。新品最安値は前回より12万円ダウン、買取最高値は前回より10万円アップでした。デイトナシローは新品最安値が値下がりましたが、買取最高値はアップしておりまして、並行市場を見ていると安い個体は買われている印象があります。じりじりと上昇していると思います。新作発表でディスコンはあるのか、ディスコン期待からそろそろ買われてくる時期ではないかと思います。そして1位は GMT マスターズ 126720VTNR になります。定価は135万9600円、新品最安値は369万円、プレネ率は 271.4%、 買取最高値は280万円、リセール率は 206.0% でした。新品最安値は前回より1万円ダウン、買取最高値は前回と変わらずでした。レフティモデルが1位をかろうじてキープしました。デイトナ白に抜かれると思ってたんですが、大きく崩れずに踏みとどまりました。新品最安値がペプシに近づいてきているので、そろそろ下げ止まるのではないかと見ております。以上、1月第3週のプレネランキング、プロフェッショナルモデルのステンレス編をお伝えいたしました。21位から11位はこちら。下位のモデルはほとんど動きがありませんでした。10位から1位はこちら。サブマリーナ、ペプシ、デイトナが上昇傾向です。ディスコンが噂されているデイトナが新作発表に向けて上がってくるのか注目です。次回のプレネランキングは2月上旬の予定です。最後までご視聴いただきありがとうございました。